来たーとーし、来たー。まずはユニット選択。あ、エーデルガルドは邪魔ー、困るんだよな、エーデルガルド。あんた、あ、てか私もダメじゃない、くー、困るんだよな。だから出撃枠が8人しかいないってことでしょ。困るんだよな、そういうことされると。まあいい、とりあえずまずはサイコロから振りましょうか。あ、ごめん、挨拶してなかったな。はい、皆さんこんばんは、ナイルブラボーと申します。ファイアーエムブレム風火雪月のお祭り縛りプレイの実況やっていきたいと思いますと。さあ、まずは運命のダイスロール、いくぞ、頼む。まだ5とか6とかにして、えい、あ、1はいいんじゃない。1は今のところ見たことない、これはありかもしれない。今度は8人選ぶよ。新しくアッシュ、アネット、ラファエルをスカウトできたから、これは意外と私のレベルを上げなくてもなんとかお茶会でご利用せそうな気がするから、そっちでちょっとやっていくわ。というわけでまずは8人中出。ローレンツ、イグリッド、メルセデス、ペトーラ、マリアンヌ、カスパル、コンスタンツ、フェルディナント。あー、ちょっと固まったな、意外メンバー。昨日前回出撃したメンバーとそんなに変わらんかもな。まずはフェルディナント、あ、ちょっと待って、フェルディナントは入れたらあかんな、フェルディナント抜かなあかんかった、失敗した。で、ローレンツも入れたかな。あと2人、一番トップに出て2人を選びましょう。バルタザールとアッシュ。そして次は職業。これでな、大体のメンバーが多分もう全メンバー、今のところ5レベ以上のメンバーは全員この5つの職業に転職できるようになってたはずだから、こっからランダムに選んでいくよ。まずはペトラから。はい、修道女。あー、嘘でしょ、私の貴重なアタッカーが。で、次はマリアンヌ。はい、戦士。で、次はバルタザール。はい、修道士。まずい、ごめん、バルタザール4レベやった命拾いした。じゃあ次はメルセデス。はい、戦士。オッケー、カスパルは4だから次無視してコンスタンツへ行きます。剣士、くそー。で、次はアッシュ。いや、もう剣士とかならいっそ貴族とかの方がいいって。アッシュも戦士になった、くそ。あ、いや、戦士はいいか。くー、ちょっと準備してくれ、待っとってな。オッケー、準備完了。とりあえずまだな、新しいメンバーはあのポイントが足らんくて C で止まってるから、スキルはちょっと貧弱になっちゃうんだけど、まあまあ、でもそれでもこの段階においてはかなり強いスキルが揃ってるんで、これを使ってうまーいことやっていきたいな。特にバルタザールとカスパルはこのメンバーの中では超有能な前衛メンバーやから、ここをうまく使っていきたいなー。25ターン以内、そう、この面は25ターン以内にこいつ、奥のこいつを倒さなあかんねんな。結構ステータス高いな、攻撃力だけか。んーで、問題はこいつ、死神騎士は多分今の私のステータスじゃ絶対勝たれへんから無視。そしてどうなんやろ、ノーマルの時はこの範囲内に入っても別に襲ってこうへんかったんやけど、ルナティックはちょっとわからんから、安全に行きたいからちょっと無視できないね。そうだな、じゃあバルタザールは一歩前進んで、28や、14やろ、28やろ、1残る。で、今度は私 30?ワンパン狙ってきてる、それはダメダメ。 13×2、26、ギリ死ぬ、ギリ死ぬ。射程は OK なら、ここまで逃げて、さあおいで、痛いよし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 、行くぜ、かっこいい魔法ゲーム。マリアンヌは魔法効力が高いからな、これなら倒せるんじゃない。はい、1、2、そしてまあ経験値をまたもらいに行きたいって言おうとしたけど、ダメだね、届かないね。ここは普通に切って合格。無事に勝てましたか。さあ、あとは HP を回復して、次はこっちだね。防御力的にバルタザール系、バルタザールとかカスパルじゃないと受けきれないから、ちょっと下がって、さあおいで、ナイス、さあおいで、セイ、
1ピンわかんで、これででもバルタザールも、オーケー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 、いいよいいよ。これでバルタザールも5ピン、5ピンちゃうわ。5レベルなったから、職業を変えるようになったと。オッケー。これでここ攻撃して13にするでしょ？で、13にした後に、魔法で倒すでしょ？許してちょうだい。で、ここの道を開けたところにバルタザールを突っ込ませたいから、コンスタンツェの魔法剣で、よいしょ！オッケー。当たるよ !83 番合計よーし、いや、バルタザールがいてくれて助かる、いでー、いや、やっぱな、前衛キャラ、前回の戦いでローレンツとフェルディナントが前衛キャラがおらんくなったせいで、この前に立たせても大丈夫なキャラがむちゃくちゃ減ったのよな。これがマジででかい。痛い。それがなければな、多分もうちょっとマシな立ち回りができると思うねんけどな。さあ、魔法剣さよなら。武器の消防は半端ないけど、でも我慢してあかん。オッケー、歯応えのねえやつだったな。さあ、レベルアップ、1、2、あー、なんか微妙。それそのレベルアップの仕方すんごい微妙。そうだね、だから持ち物を弓に変えて、回復入れて、応援入れて、危ない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 、これ私や、危ねえ、私は動いちゃダメよ。応援とかできるキャラ少ないのもちょっとつらいな。ナイス、あー、避けられた。そんな、あー、とうとう援軍来たー。でもちょっと避けられるのは想定外やったな。ここは魔法防御力の高いキャラでいきたい。さあ、魔法剣で一気に攻める。ここでファイヤー打つでしょ。ファイヤー打った後に弓キャラで、弓キャラ前行って、弓でこいつを落として、よし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 、これで1ピンしなかったな。よしよしよし、これで道開ける。で、道開けたところにメインメンバーが突っ込んだら、あ、いいね、効力低いね、えいえい。ただリザイアは1ピン勝たれるのよな。ナイス98、オッケー、ナイスマッシュ。1ピン分かんで、123、オッケー、いいよ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 。蓋おいで、いいよいいよ。ドロテアは何でもレベルアップしていいよ。さあ、ドロテア移動して計略70、行くべし。ドロテア当ててください。ボーン、よし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 、くらえボルカノン、はい、おさらば、キープして、さあ、1秒分かんで、1、2、3、あぶねえ、あぶねえ、よくはないけどよかった。いや、素晴らしい。さあ、1、2、3、オッケー、いいよいいよいいよ、オッケー、必殺戦でよろしい。もっと早く出してほしかった。それだ、なんか確かこれ右っかは、いいよ、レベル上がった、1ピンあかんで、1、2、3、あー、チャッチー。確かさ、ここら辺からなんか敵攻撃かったっけ、この面ちゃんと覚えてないねんけど、なんか来た気すんのよな。どうやったかな。で、おびき寄せる、さあ、開ける、中級試験パス、うーん、ちょっと微妙いね。はい、あー、ナイス。ありがてー。12ターン、25ターンやろ。結構余裕あるから、こいつら誘い込むか。よし、メルセデスは魔防が高いからいけるはず。さあ、おいで。危ねえ。ナイスナイス、危なかった、危なかった。オッケー、これで倒せる。3ピンね。よしよしよし。
ならワンチャンあるか。あっせい、ユーリスレベルアップ、オッケー。あ、両小中、両小中でね、両成長。さあ負けん、当てなさい。でい、よっしゃい。28、あ、28は死ぬ、28は死ぬ、それはいかん。魔防5、魔防6、待ってくれ。まずい、一発避けて、よっぱ避けた。ナイス、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 神。今の一発避けてなかったら死んでたで。これでさようなら。さあレベル上がるよ。さあ1ピン渡るよ。123、オッケー。ちゃっちいけど、まあしょうがない、しょうがない、生きれただけいいとしよう。行くしかない。あ、ナイス、金髪当たー、おまけー、素晴らしい。ここで必殺技出したのはむちゃくちゃ素晴らしい。よくやったバルトザール。あとはダークメイジを倒せば終わる。でも最後まで油断できない。はい、リカバー、あかんで、 HP はあかんで、カスパル。123、オッケー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 。さあ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 、終止符を打つわよ。くっそ、計略当たらねー。計略当たればどってことないのにな。回避1やのにな。応援でペトラあげる。で、ペトラで82当ててくれ。あっアウチ。だがしかし、だがしかし、まだ持つ。さあいくよ、ファイヤーパワー、ナイス。よし、当ててくれ。えい、あ、いや、まだ一発ある、まだ一発ある。いけー、まだ一発ある。よーし、よーし、シングリッドレベルアップ、よくやった。1、2、3、4、5、6、おーい、成長できましたか。ナイス。はい、さよなら。いやー、よかったよかった、なんとか勝てた。犠牲者ゼロはだいぶでかい。天帝の剣、私以外が持つことになるわね、これは。いやー、今回の戦いは大満足よ、私は。天帝の剣ゲットした。これは他の人にあげましょう。オッケー。というわけで今回はここまで。次回、これの続きやっていくんで、よかったらまた見に来てください。面白かったらでいいんで、チャンネル登録と高評価を押していただけるとむちゃくちゃ励みになるんで、どうかお願いいたします。やっぱりあれな、ランダム職業になったせが生き始めたおかげで、なかなかシビアなバトルが増えてきたな。得意な武器が持たれへんくなったりな、得意な技打たれへんくなったりしてるから、いいいいいい、素晴らしい。じゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。